はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、今回もね、えー、気になるニュースがいろいろとこう溜まってきてしまったので、一気に果て出そうかと思います。はい。ということで、まずはね、えっ、ー、と、アンドチップスってやつね、これ。カプコン IP をアパレルとして再構築したブランドのね、この、アンドチップスというのがね、こう、誕生してました。まあ、バイカプコンなんでね、カプコンさんが直接やっている、 まあ、プライベートブランドっていうのかな。あのー、まあ、アパレル系をやるということで。まあ、アパレル系っていうと、大体、ほら、どっかのアパレル系のことをやってる企業が、権利をこう、取得してなり、まあ、なんかお借りしてなり、こうやって、展開していくような感じで、このカップコンだったら、カップコンとは違うサイトとかでやるじゃないですか。でも、これカップコンが、バイカップコンだから、カップコンさんの中でこうやってる。まあ、なんカップコンなんか、ほら、通販とかやってるから、 元々ね、その外部のこうやつを、こうカプコンブランドでこう作ったものをこう e ショップとかで売ってたりするのにだけども、これはそもそものがカプコンのね、売り物としてやってるって感じなんで、なんかより密着してるものなのかなと思われるのですが、で、これね、一応コンセプト見てみましょうか。 ということで、コンセプト &Chips は Cupcon IP をアパレルとして再構築したブランドです。かけら、かけ算。一つ一つにストーリーがある。異なる経験、スキルを持ったかけらが同じステージで出会い、 新しいものを想像し、次のステップへと進む。さあ、行こう。アンドチップス。ということで、よくわかんないんだけど。<laughs> 読んでみるとよくわかんないんだけど。まあ、カプコンのね、IP のね、アパレルを作るんだな、みたいな <laughs>。もやっとこう、もやも,もやもやもやって感じてればいいのかな、というとこです。で、実際これ、プロダクツ見ると、なんか83コレクションと06コレクションと24コレクションってあるんですけど、これ何残っちゃと思ったんだけど、まあ、最初ね、あの、コレクション数かなと思ったんだけど、でもね、今のところ83コレクション、 コレクションのところにメガマン T シャツ、ストリートファイター 2T シャツ、ロック6万 4T シャツっていうのがあるから、まあこれ多分年数なんだろうなっていう感じがしています。僕の個人的感想です。<laughs> 1983年ってファミコン発売年だから、なんかファミコン以降のいわゆる今で言うとレトロコンテンツ的なニュアンスがあるのかなっていうのが一つ。で、06っていうのはこの年数で考えたら2006年だから、まあプレイステーション3が発売された年。 だよ、ね、まあ w i でもいいんだけど、まあ、多分プレイステーション3とかなんかそこら辺のちょっとこう時代の変化のあるところを1個捉えてんのかなって考えると何なんだろうなまあタイトルで切り分けすると難しいんだけど「モンハン」とかも,もう少し前だったような気がするし「オオカミ」とか「オオカミ」<laughs> とか、まあ、あの辺だったりとかがこの,この近辺なのかなっていうところはあるんですけどで、えー、まあ PS2 なんだよね、今に行って働いてる。か PS3 に行くともう少し、バイオハザードだと5とか、なんかそんな感じだったりとかするのかな。で、24コレクションで多分今、現在。 最新作に対するやつなのかなって勝手にこう想像してるんだ。再構築も何も新製品って感じがするんだけど。まあ、とにかくここね、ロックマン T シャツ、あ、メガマン T シャツこれ見てみると。まあ、一応こんな感じで。アンドチップスの第1弾リリースとなる83コレクションの T シャツ。カプコンの創業年を関したこのコレクションは過去にリリースされた IP アパレルとして再構築。あ、なるほどね。ファミコンじゃないんだ。カプコンそのものなんだ。 カプコンの創業年83年か。なるほど。ということらしいです。えー、メガマン、えー、欧州版ロックマンのパッケージデザインをフロントにプロントし、プリントし、ヴ <laughs> ィ、えー、ンテージ感を演出するためにイラストの状態にダメージ加工を追加。ボディはゆったりとしたシルエットで、えっ、ー、と、これはなんだ。えー、生成後、えー 生地にピグメント加工を施すことでヴィンテージ感をよりリアルに表現ということなんで、まあ、ロックマンというとまあ日本国内なんだけど、海外にいると行くとゲーム画面のロックマン自体てかメガマンでもいいんだけど、キャラクターは。 かほぼ変わんないんだけど、あの、メインビジュアルの絵柄が日本だとすごい可愛い感じなのに対して、なんかすごいリアルな、リアルっていうかアメコミ調のえ、これ子供欲しがるのってね、日本人の子供泣いちゃうよみたいな絵柄だったりするんだけど、それがこう T シャツにデザインされてるということらしいです。はい。まあ裏面は、まあアンドチップスって入ってるだけか。これは別にどうでもいいかな。 値段まだわかんないのね。で、ストリートファイター2。あ、これも同じこと書いてあるね。えっ、ー、と、創業年ね。カプコン創業年。はい。同じこと書いてあるから、やっぱりこう、カプコンさんからすると、今現在で、過去の IP、まあ、どっちかというとレトロ的なものだと思うんだけど、そこを紹介するときには、やっぱ、ロックマンと、 ストトリーーファイタとととといいいいいうこう二大巨頭みたなな扱いにしてるるののかかかがまあよくわかるところかと思いますでもさっきのメガマンと比べるとこっちはあのオーソドックスなねストリートファイター2のメインビジュアルになってるかなと思うんだけどこれロックマン4方がよくわかんないんだよなロックマン4っていうとまあファミコンで言うとこのまあ4作目っていうかファミコンで言わなくても4作目なんだけどファミコンで出てる4作目だからそんなにここに方にねあのなんかこう フィーーチャーすることってあんんんまよよくわかなないんだよな、まあ、要は、1がね、まあ、1作目としてフィーチャーされるのもわかるし、2が、まあ、ちょっとこう、今のね、ロックマンシリーズっていうものの、こう、形を構築する上では重要な要素が入ってるし、3ぐらいからスライディングが入ったのかななんかそういう感じでこう、段階あるんだけど、4っていうのが、ここで言うところの4の意味合いが何なのかよくわかんないんだけど、まあ、デザイン的ななんか意味があるのかな よくわかんないけど、一応方ということになっています。はい。ということで、まあいろいろこうカプコンさんもね、まあ今後多分この、ちょっと今のね、説明からいくと、この、 6とか24の意味が今のところ全く読み取れないんですけど <laughs>。まあとりあえずまあ,あの今後ね多分発表されることがあると思うんで83が創業年だとしたらあとなんだろうっていうところです。はい。まあ、とにかくこれはね今後皆さんもチェックするとよろしいんじゃないかなと思います。ででこのロックマンつながりでもう一個。はい。これね先,先週ね、あの、このパックマンの ファミリーカセットケース。こちらをご紹介したんですけど、その時に次ロックマンって出てたんだけど、今回本当にロックマンが出ていました。はい。ということで、カードケースね。ここにありますね。カードケース。これ何かっていうと、えー、っと、カードケースです。はい。カードケース。ロックマンのカードのか、カセットの形をしたケースで、まあ、発行があって、カセットこう、裏側も一応こう、 ゲームカセット型ケースについてのお願いって、まあ、パロディをしてると。で、一応これをパカッと開けると、まあケースになっていて、こんな感じで、あちっちこっちか。これでいいか。こんな感じで、まあパーティションとか入ってるんで、こう、えー、っと、あれちょっと、こんな感じでね、あの自分でこう、このサイズをね、こう区切ったところであんまりな,なんか安っぽい感じもするんだけど、一応ケースの中身をね、 こ,うこっちには薬を入れるとかも、ね、いろいろとこう、ね、あの細かい区分けができて、しかもこのシールがね、ついてくると。シールが、おまけのシールは全11種類からランダムで3枚入ってるってことは、最低でも 4, 4つ買わないとシールが揃わない。4つ買ってもダブったらあの交換しなきゃいけないみたいな、なんかそういう感じのね、なかなか意地悪仕様なんですが、まあ、欲しい人はまあこれチェックするといいかなというところです。で 今回は、ここにも他にもいろいろあるんですけども、まあ、T シャツがあって、まあ、カ,プあのカプコンさんのチップスの,、ね、あの T シャツの価格はねまだ未定だったんですけど、こっちはね4150円という風になってますね。でそれ以外にもこういうピンズがあったりしますと。これで終わりかなピンズがあったと。まあ、こういうふうになってるんで。まあ 興味ある方はね、ぜひね、サイトの方チェックしていただければと思います。で、次、えー、っと、サントリークロス・スーパーマリオこの。サントリーとマリオの、スーパーマリオのコラボですね。スーパーマリオっていうのは基本的に、こう、コンテンツのキャラクターのね、任天堂のこう、 マリオのキャラクターの出し方って基本的にはキャラクあゲームごとでこう出すことがあるんですけど、一応このスーパーマリオってくくりにすると大体ここに出てくるキャラクターとか、まあ プラスアルファはあるんですけど、まあ、基本的にはその全体を通してのね、キャラクターとしての展開なので、あの、例えばマリオカートってカートに特化したものの場合、スーパーマリオカートとか、マリオカート8とかデラックスとかそんな感じでこう取られてグッズ作ったりしてるんだけど、これはもう完全にスーパーマリオっていうくくりなんで、スーパーマリオのキャラクターとしてこう出てきていたりします。で、これ何かっていうと、 いろいろキャンペーンの内容はあるんですが一個一個見てみましょうかこれ「ハテナブロック型キャリークーラーバッグが当たる、えー、1,000名様4本コース1,000名様」って書いてありますよね。 で、えっ、ー、と、持ち運びに便利、たくさん入るってこ、キャリーケース、キャリーバッグ、キャリークーラーバッグ、なのね。で、さらに、えー、スーパーキノコ型保冷剤もついてくるっていうことで、これが2024年5月31日、23時59分まで、レシートは2024年4月22日から、えー、5月の30日までとこういうふうになってるんですけども、これは、一応、こう、まあ、 買い物をしたそのレシートでいろいろやるよってここだけだとそういう情報になるかと思います。まあキャリーバッグが当たると。まあでもこれだから詳細って言っても見てもあんま意味がなかった。あんまり QR コードでスマホで読み取っていろいろ処理をするからまあそこは後で踏まえていただければと。で今4本ね。でそれ以外に対象商品4本お買い上げでもれなく1つプレゼントされるのがこの雑用え雑貨用ジップバッグ6枚セット。 レンガブロックとハテナブロックがあるんですけどまあこっちも見てみる多分見てもあんま意味ないんだろうけどであったあ意味あったこっちは意味あるじゃんということで対象商品4本お買い上げで漏れなく1つプレゼントでこれはまあ順次ねで対象商品がサントリーの清涼飲料ペットボトルを4本以上まとめて買っても大丈夫なのかなこれということで これ2種類あると。だからレンガブロックとハテナブロック。これは、そっか、各2枚、各2枚。あ、うそう、そうじゃないや。だから二種類あるんだよね。とりあえず、とりあえず。2種類あって、それぞれの箱の中には6枚のシールが入ってるから2種、2枚、2枚、2枚で3種類入ってるよってことか。ということで、もう少しちゃんと見ると、箱があって、シール、シール、シールと。 いうことで,す、ね、でこっちも箱があってシールあっち箱があってシールシールシールまあ欲しいか欲しくないかっていうと悩むところだけどもまあ欲しい人はあの早めにもくなり次第終了でしょうんでもう一個「みんなでマリオ」こっちは500名様に返信セットが当たる、えー、スラッシュ,、えースラッシュえー、マリオになりたいをつけてポストして当たるこっちはあのツイッターのやつだから X か、やつだからまあ買わなくてもできんのかな。マリオの帽子プラスマリオのヒゲボトルチャームこちらがえー、っとまあこれオーバーはこちらはいいんですか商品はいまあこれに関して言うとあかぶるもんではないからね <laughs> あの小さいやつですよねうん。 というふうになってるんで、まあご興味ある人は、あ、ちょっと待って、これ期限は ?2024 年4月22日の20 12時10分から2、えー、5月13日の23時59分までとなっていましたと、なっていますということですね。それ以上の細かい情報はここにはないのかなという、うん ということで、あんまここに、ここに、それ、そんなに細かい情報がね、これも詳しいって書いても、あんま詳しい情報なかったよね。<laughs> ということなので、まあ対象商品の4本っていうのを、こっちで見ればいいのか。一応、ここで出てる、 この辺ののよねこの対象商品サントリー製量飲料ペットボトル 300ml から 680ml を購入した上でいろいろやるということなので、ね、まああのー、キャンペーンのってね結構なんだろう商品がねなくなってる場合はね買えなくなっちゃうんでいつ っていうのをあんまり、ね、あの考えずにギリギリ狙ってうんぬんじゃなくて早めにこう展開していった方がいいと思うんでねあの僕自身がどうするかは別にして皆さんねあのご興味ある方は早めにチェックされるとよろしいかと思いますで次えっ、ー、とこれねスタジオアリススーパーマリオ撮影なんですけどもこっちねまぁ、あ、色々撮影はあるんですけどここねこれこれこれ 七五三におすすめスーパーマリオ和装マリオとルイージになった気分で七五三撮影を楽しもうリバーシブル仕様なので一着でマリオでもルイージでも撮影ができる高級感のある生地の羽織と袴で、えー、七五三衣装にもぴったりですということでこれマリオこれね見てくださいねはい4月19日撮影開始でルイージも 4月19日撮影開始となってますので、ご興味のある方ね、ぜひ、ご興味のある七五三をやってる人たちは多分見てないと思うんだけど、あの、お孫さんにおすすめください。<laughs> 見てる人の対象な何だと思ってんだと思われそうだけど。で、まあいろいろこうやってね、こういうグッズ関係もね、ちゃんと展開してるのね。あの、だから、こういうのってほら、撮影した上で作って、 るものだけどこういうところでも許可取りを許可をちゃんと任天堂出してんだすげえなっていうふうに思った次第ですまあねはいということで、ね、スタジオアリスご興味ある人ぜひチェックで次えこれちょっと古いんだけど4月18日なんだけど、えー、セガ世界的人気ゲームソフトゴールデンアックスアニメーション制作決定ということでこれどうやらねあのもうすでにセガもあの 映画はソニックやってるじゃないですか。だから、ここら辺に書いてあったかな。えー、っと、これね、マイク、マイク・マクマハンとジョー・チャンドラーが、えー、第1話の共同脚本と制作総出しをし,して、えー、チャンドラーとショ張ランナーを務めます。うんぬんかんぬんってあって、その下に、 映画ソニック・ザ・ムービーシリーズベア・ナックルのプロデューサーで、テレビシリーズナックルズのエグゼクシプロデューサーである中原哲、あ、トかなオリジナルフィルム、まあまあいろいろこんな感じで書かれてるんだけど、だからソニック・ザ・ムービーベア・ナックルときてのゴールデンアックスっていうところで、いやあの、正直、セガさんもゲームコンテンツとしてはソニックはともかくとして、あの、 ベアナックルも、ねあの、ゴールデンアックスも今は全然手つけてないんだけども、あの、やるならちゃんとこう、それに伴って新作とかなんか展開してくれよっていうね、してくださいよって、ま、丁寧に言わないとね、してくださいよって思う今日この頃なんですけどね。うん どううなんでしょ,うちょっと僕もソニックに関しても映画は見てなくて去年のおもちゃショーかなんかでちょっとグッズ展開があるのを見てたんですけどゴールデンアックスあじゃないベアナックルとかも見てないからどうなんのかわかんないんだけどとりあえずなんかまあたまにねなんか ここ数年、まあ、マリオを筆頭にいろいろこうゲームのね映画化の話っていうのは出てるんだけど気がついたら終わってたりするんだけどあのちょっとねこれはこれでなんか細かく見とかないとなんかスルーされてそのまま終わってる可能性もあるんでねあの皆さんもぜひチェックしていただければと思いますであのちょっとねちょっとまたこれも古いんだけど任天堂のねサポートがこういうツイートしてました ゲーム機などに内蔵されているリチウムイボーンバッテリーはあまり長い間充電も使用もしていない状態が続くと充電できなくなることがあります半年に一度は充電してあげてくださいって書いてあってんこれってもしかしてあのプレイステーションポータブルのこう電池が膨らむことと関係あるのかなって勝手に思ったんだけどそれ関係あるかどうかは分かんないんだけどでもね今のところ僕も任天堂 t e n d s w i t c h はあの当然 ね、充電状態っていうかテレビに繋いでるドックを繋いでそこにね充電してる状態で置いては充るしてるというかゲーム機を、まあ、常時電源入れてテレビに繋ぐというか。 ただそれだけのことをやってるけど、それで充電効果があるんだけど、で、僕のね、テレビ周りだと、一応まだ Wii U はね、テレビに繋いたりするんだけども、Wii とかはもう外してるし、ゲームキューブとかは、たまにね、あやるときだけ持ってきて繋ぐ感じだったりするんで、まあそういう意味ではスイッチもね2、2ハード、3ハードぐらい先に行くと、僕もいずれこれをね、箱にしまって保管しとくような状態になることを考えると、その頃には、もしかしたら、 あの充電をさあの頻繁にやらないとねこういけない状態になるのかなと思ってえだって今まで任天堂のゲーム機で多分携帯ゲーム機はいろいろ出してるからもしかしたら今もし,もしかしたらねあのゲーム機特に充電池を使ってるようなものっていうとまあゲームボーイ、えー、アドバンス SP ぐらいからかな。 もしくは電池は使用してたけど充電池を使ってるだからゲームボーイの充電池ゲームボーイポケットのペン型っていうかあのスティック型充電池とかあの辺ももしかして頻繁に充電しないともしかして充電できなくなっちゃうのかなとかねなんかいろいろそういう想像を働くとねもしかして本当スイッチだけじゃなくて過去の、ね、ゲーム機全部そうなのかなあの携帯ゲーム機特にこう。 充電池が入っているものは全部そうなのかなと思ってなんか嫌な予感がしています。まあ、皆さんもねあのメンテ、メンテナンス代わりにたまにはあのゲーム機取り出して動くかどうか確認するといいよ,よろしいのではないでしょうか。 はい。で、えー、ちょっと、最後。まあ、ゲームボーイといえばね、あの、30周年、あ35周年ですか。あの、1989年の4月の21日にゲームボーイが本体ね、発売されたんですけども、ちょっとその前のね、4月、これ2024年4月16日のニュースなんで、35周年になるちょっと前のニュースなんですけど、こういうのがありました。えー、車窃盗に新手口、ゲームボーイ 価格は490万円。その場で鍵が作られる最強っていうのかなツール、えー。警察も情報収集という,こういうニュースがありました。はい。ということでね、なんか窃盗、っていうか盗難の事件で、なんか使うツールにゲームボーイと呼ばれる機械を使ってて、まあなんかこう、まあモニターがあって、 十字ボタンっぽいのがあって、ボタンが、配置がなんとなくゲームボーイっぽいんだけど、まあゲームボーイじゃねえよってね。まあ、らしいこと言うなよって言うわ。大体、ほら、あの、大人にはね、ゲームボーイって言われて、あゲームボーイに似てるねってわかんないけど、子供からしたらゲームボーイはわかんないじゃん。<laughs> だからさ、そのゲームボーイっていう呼び方を、あの、その、なんか、 裏でそうね、アングラなとこで呼ばれてるかもしれないけど、お願いだからゲームボーイって名前使うなよって個人的には怒ってるんだけど、まあそういう風な感じのニュースがありました。まあ、全然35周年を祝う感じの <laughs> ニュースじゃないんだけども、ちょっと気になったんでね、これはピックアップしてみました。はい。まあね、<laughs> ゲームボーイはね、僕の個人的な思い出としては、あのー、ゲームボーイについては、その、発売すぐに買って、 わけけでもないんだけどちょっと経ってから実はなんか中古のショップで最初にちょっとこうなんか裸ソフトを見てたのがゲームボーイでしたね。 なんかファミコンからスーハミぐらいの流れの頃にちょっと一時期僕もテレビのない部屋で生活してたことがあってまあ言い方おかしいなあの別にリビングとか行けばテレビあったんだけど自分の部屋にテレビがない時代があってその頃はパソコンの方のゲームをメインでプレイしてたんだけどなんかちょっと部屋でちょっと遊ぶ、まあ、ゲームボーイもいいなと思って当時ちょっと買って。 で、なんとなくこうワゴンにね、裸のソフトが280円とかでね、られてるような、そういう時代だったので、まあ高校の頃かな。うん、なんかね、いくつか、うん、ファニーフィールドとか、えっと、ファイナルリバースとか、恋の駆け引きとか、<laughs> なんかね、その辺のタイトル。あの辺がこう割とこう安くね、ワゴンに。 僕の地元のね、まあ、今もうないんだけど、テレビパニックに、ね、あって、その辺をこう、買いあさってプレイしてたっていう記憶が、まあ、あるんだけど、490万円のゲームボーイは買わないな <laughs> まあまあ、そんな感じでね、ゲームボーイの思い出とかはまた、あの、次のね、生配信の時に、あの、もしコメント等いただいたら、あんなちょっとお話しするかもしれないけど、忘れてたらごめんなさいというところです。ということで、今回もね、パッと、さっとね、あの、いろいろとニュースを取り扱ってみましたけども、 また色い々ろいろとね、あの、気になるニュース、レトロ系ニュース、ゲーム系ニュース、あったら、あの、紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。ということでえ、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったりとか、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよってアイディアがある方は、ぜひコメントください。あと、動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒館でした。